稲野和美は、パーソナリティー、レポーター、着物モデル。本名は、配偶者が一般人のため公開されていない。稲野は旧姓、魚座の大型。愛称稲っち。京都市出身のフリーアナウンサー。奈良県在住。留国大学在学中の1994年に、京都着物の女王に選ばれたのをきっかけに、着物モデルを始める。 1995年、龍谷大学を、1997年、龍谷大学大学院を卒業。専攻は、日本古代史。大学院在学中にテレビラジオに出演し、タレント活動を開始。ほぼ同時に、モータースポーツの場内実況アナウンサーとしても、活動開始。イベントや、式典の司会を行う。趣味は、ドライブ、車ャ史跡巡り、ゴルフ。 俳句歴史好きで、社事、史跡にも詳しく、京都検定、お寺検定ともに2級。京都の歴史ガイドツアーの企画やガイドも務める。1996年より、モータースポーツの場内アナウンサーとして活動し、レーシングカートの実況では全日本選手権を担当。2016年より、トヨタ画像レーシング86、BRZ レースを、 シリーズ前線で実況を担当し、テレビにも出演している。デビュー当初の所属は、オフィス CHK 京都 CHK アナウンススクールで、は、泉夏子と一緒だった。KBS 京都ラジオ、MBS ラジオ、ラジオ、大阪などでは、生放送を中心に出演。テレビでは、歴史の知識を活かした番組に、数多く出演する。松井慶三のサン,サンワイド。 アシスタントをしていた時にレーシングカート仲間の男性と電撃結婚。2006年に独立してフリーランスに2008年はトッピーもないとサンサンワイド、シガウィッシュのパーソナリティを産休したが2009年1月より復帰。2010年には第二子を出産し同年秋に復帰した。出演番組は番組そのものが終了するまで交番したことがない。 ありがとうございます。